おはようございます。ようこそお越しくださいました。ゆっくりハムスターのきなりです。今日も占っていきます。少しでもあなた様の一日のアドバイス、きっかけになれば幸いです。それでは早速行ってみましょう。まずはラッキーナンバーとラッキーカラーを出していきます。ラッキーナンバーとラッキーカラーは占い中、僕の上に表示されてます。サイコロの出目がナンバーサイコロが転げた先の色がカラーです。本日のラッキーカラーはオレンジ、ラッキーナンバーは9です。それでは続きましてタロットカードで占っていきます。シャッフルして2枚のカードを出しています。どちらか選んでいただいてもいいですし、両方の結果の複合でも OK です。アルケミアタロットカードを使っていきます。どちらか選ばれる場合は決めてください。約10秒間お取りしました。進めていきます。まず1枚目めくります。カップの女王の正位置が出ました。受け入れて同情に浸る。もっと愛されたいと願いながら、相手から冷遇されて意気消沈するかもしれません。あなた様の愛が試される時期は、不安や焦燥感に駆られても、先走った行動は取らないように用心しましょう。信じて待つ姿勢が、状況を好転させる鍵です。感情の不安定さに振り回され、嫉妬深くなり、偽りの男女関係に陥りやすく、総じて生活が乱れていきます。悲観的な気持ちから自己憐憫に陥り、なかなかそこから抜け出せなくなることもあるでしょう。悲観的な感情が強くなり、コントロールができなくなることを表します。女性から足を引っ張られたり、甘い誘惑に駆られるなど、女性問題で感情を揺さぶられるでしょう。振り回されないこと、罠や誘惑に負けない心の強さが重要です。利己的な愛によってあなた様を利用しようとする相手にも注意が必要です。鳳凰の正位置の意味は精神的な支えになる恋、尊敬できる人、意見を言わない、依存心から行動を共にする、同情する、お人よし、もらい泣き、わがままな愛情。2枚目めくっていきます。ソードの9の正位置が出ました。取り返しがつかずに絶望する。悩みや苦しみが浮上したり、将来への不安が募っているかもしれません。あなた様を悩ませている過去があるなら、それに許しを与えましょう。過ぎ去ったことの囚われていると、希望の光が届かなくなってしまいます。どうにもしようがない感情と深く向き合ったら、もうそれについては手放しましょう。将来に対して見通せない状態です。means particularly deep emotional distress。 そんな精神的な苦境に追い込まれているか、将来的にそのような苦痛を味わうようです。経験したことを消化すべき時です。あの時、こうしていればという強い後悔ばかり考え、自分を責め続けていて周りが見えていません。不安を駆り立てられる人間関係から離れ、新たな関係をコントライフアイグことも大切です。不毛な時をこれ以上重ねることのないように、過去と決別し清算しましょう。自分を守ることが、厳しい局面を乗り越える鍵です。リセットのために休暇を取るのもいいでしょう。ソードの9の正位置の意味は物事の停滞、マンネリ、不節制、不均衡。相手を振り回す、不和、敵意、無謀、元気、協調性がない、孤立、
心を開かない、ミス。本日の占いは以上になります。少しでもあなた様のお役に立てれば幸いです。気に入っていただけましたらチャンネル登録・高評価をよろしくお願いします。ぜひまたお越しくださいね。最後までご視聴ありがとうございます。